7月3日火曜日、ミューズオペードアンカーの野木良介です。そしてアシスタントは吉山なずみです。よろしくお願いします。まずはい、どうぞ。まずゲストから、はい、まずゲストからお願いいたします。はい、今日のゲストはモデルで定住旅行家のえりこさんです。よろしくお願いします。そして上杉隆プロデューサーです。よろしくお願いします。今日のノーボーダーヘッドラインです。大金星を逃しました。それではニュース1本目から野木さんお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のオープエドなんですけれどもね、一つ目なんですが、はい、大金星を逃しましたということで、はい、まあ、先ほどもお話ししたんですが本当に残念と言いますかですね、うん、ただ明らかにその今までの日本代表とは違うというか、二回りも、見回りも大きくなったような、そんな印象を受けた今回のワールドカップなんですけれども、はい、エルゴさんは先ほどダイジェストでご覧になったということなんですけれども、はい、この日本頑張りましたよね。そうですね、はい、ずっと見てますし、はいはい、柴崎選手は高校生の時から試合に、はい、お見にそうなんですか、はい、フィールドでいて、はい、ファンというか、はいはいはい、サッカー好きです、はいはい、ここで現地で取材しているジャーナリストの大隅義之さんと中継でつなぎたいと思います。大隅さん。大隅です。どうもこんにちは、野木良介でございます。こんにちは、お世話になります。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日の試合について大隅さんいかがでしたか。そうですね、今おっしゃってたように、その今までになかった試合ができたと思います。まあ、ただ結果が過ぎてこなかったのが本当に残念ですね。そうですよね、はい、前回のセネガル戦もそうだったんですけれども、はい、こう得点力がすごく上がりましたよね。そうですね、必ず点が取れるっていう自信が取れてますよね、はい、それがプレーの落ち着きとか守備での集中にもつながっていると思います。まあ、一つですね、ツッコミのゴラ満載だと思うんですが、はい、最後の本田選手のコーナーキックなんですが、はい、いろいろ賛否両論ありますが、はい、いかがご覧ですか。僕は日経の電子版に記事を書いて、それにもちょうどそれを書いたんですが、はい、本田はもう完全にこう勝ちにいってるんですね、はい、フリーキックも決めようとして、まあ、すごくいいキックでしたし、はい、そのフリーキックが防がれた結果のコーナーキックで、はい、よし今度はコーナーキックで必ず点を取る。そうですね、第一戦でも本田が出てきて、ほとんど最初のプレーで、本田のコーナーキックで決勝点が入りました、はい、コロンビア戦、はい、それを考えてやっぱり本田は、勝ちに行ったと、勝ちに行くためのはギリギリのところだったんですけど、残念ながらキーパー取られたんですけど、それはしょうがないと思います。はい、本当にあそこでですね、延長戦に入ればかなり不利でしたよね。もうやっぱりあそこでもし本田からの点数が決まれば、日本は逆に勝てたっていうところでしたね。いや、実際はですね、ベルギーの方が疲れたように見えました。はい、だから延長に入ったら日本の方が有利になるんじゃないかと僕は思ってたんですけど、はい、本田はそこで勝ちに行った、僕はそれは非難できるようなことではないと思います。なるほどね。それにしても、はい、ベルギー身長高かったですね、あれ最後ねえ、例えば2対2になるという状況がもう少し遅かったら、はい、2対1ぐらいの形で進んで、はい、あと残り10分とか15分になったら、それは日本、はい、西野監督違うことを考えたと思うんですよね、はい、高さに対する対策っていうのを出したと思うんですけど、ね、あまりにあっという間にパパーンって2点取られたんで、はいはい、じゃあもう1点取らなきゃいけないっていうモードに切り替わりましたよね。あれでも西野監督もですね、まさか日本が2対0でリードするなんて、はい、想定してなかったんじゃないですかねかもしれないですね。ね、終盤まで 0-0 で行ってっていうのは理想でしたけどね。大隅さん、大隅さん、こんにちは、またまた大隅です。大隅さん、サッカー評論家の、はい、しかも全く当たらないという評判の評判の評論家です。いやいやいや
サッカーは誰も当たらないんです。ですよね。いい人だよ、大隅さん。あのまた考えたら当たらないです。そうですね。考えていいんだな。直感で考えて、考えないで直感で動いてる人でまた話が出るんですけど、1点目を献上した川島ゴールキーパーのあの1点目のポジショニングとか、取られる前にパンチングまたやったじゃないですか。あれどういうふうに思います？そうですね。